キルしたいんだろ、キルしたいんだろ。クルーキッチンかな、バーガー、バーガーなし。ナイス。はい、はい、早っ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 、なんだなんだ、早っ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 、一番左連打からのやからね、もう最速よ。なんだこれ、あたさこには渡さん。もう渡せ、ひどい争いがすごいからなかったです。名前がなかったんですよ。いやでもそういう小技を使うフルコンさんインポスター説もあるので。ダメでしょこれ入れた。あれ一人しか入ってないよ。いやいやいや、これはあたさこが入れました。これ自動ですかフルコンさん。入れてないです。自動で。すみません。ご説明あります。貨物かな。え、あんまなんかタスクないな。なんで。今フルコンさんと一緒に会えたかな。通信妨害でも僕はベルクラさん、タスクの場所は覚えてますんで大丈夫です。はい、ありがとうございます。フルコンさん、謎め、謎めフルコンシャワー。こうなんか画面にね誰かいるとねすごい集中できないんだよね。マロ、いや、ムツ、マロ、いや、ムツ。え、川添さんが死んでる。多分左側だな。はい、させてもらいましたけど、川添さんの死体は46秒前からあります、うん、あ46秒前から、データ45でいいじゃん。データだ、データめちゃめちゃ正確。だいぶ前やんな。でもデータマンガリスト、私ベルクラが押させていただきましたけど、なんか静かだなと思ってちょっと押させていただいて、まあまあ、別に自体を発見したわけじゃない。え、もしも畑迫くんの46秒間が正しいとしたら、うん、あのコミュニケーション障害が初手あったじゃないですか。はい、確かに、うん、あれの治った瞬間にいたのが砂ザメ川添ムツーさんかな、確か。はい、いました、いました。多分あれから45秒ぐらいだよね、確かに。僕もいるよ。あ、僕もいるよ。はい、トリッピーもいる。トリッピーもいるかな。トリッピーもいる。トリッピーは遅れていきましたけど、トリッピーもいたよ。はい、で、その後の川添さん、私はちょっと別れちゃったんで、俺もそこで行っちゃったな。最後に遅れていったからそこで出た。ムツーさんはエレクトリカル方面にその後来てあったかな、ちょっと、うんうん、あ、いました。あと、あ、マロと僕とあと一人がバイタル見て、あれ川添死んでるってなって多分、あ、あそれ僕です。あ、はいはいはい、竹雄です。竹雄さんだ、竹雄さん。竹雄兄貴はあのそのコミュニケーションのあたりの時、シャワー室あたりで一緒にタオルとかやってて、あ、その行列なんか見た。その後電気室にみんな行くの、す、はい、フルコンさん、竹雄さん、菅さんもいたかな。はい、シャワー室にそういた、うん、なんか行列組んで、そうす、ね、ずらずら電気室のあたりに行くの見たような気がする。うん、どこで死んでんだこれ、わかんない。アーカイブは、あ、そうか、まあ、いいや。じゃあコミュニケーションの後にみんな川添君と別れたっていうことかしら。俺インポスターが川添さんと行動してた気がする、トリッピーは。どうだろう。右側なんで電気室、診察室、貨物室、ラウンジまではないです。トイレの中まで向かってきました。そうですね、ラウンジ私も通りましたけどなかったですね。でなるとコミュニケーション一番最後に出た人がなんかちょっと怪しく見えて、ミラトリスナーの誰だ、誰だ、結構すぐ出た気がするけど、そのあたり、うん、コックピットとかキッチンあたりなのかな。また私なの。なるほど。うわ、用事がかかったな、一滴に。
怖い。うん。停電ね、停電直せよ。いいタイミングで押しちゃってもいいかもな。押してくれそう。はい。回数、回ぐらい、はい、じゃあ昨日の話を詰めますか、はい、じゃあ、はい、通信室にいたのはじゃあツナザメ川添トリッピームツ、うん、平野5名と、はい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 、で、コミュニケーション障害が終わりましたと。でその後にツナザメは多分一番最初にエンジンルーム方向に出ていった戦闘な自負があるんだけど、なんか、なんかそういうのトリッピーとかムッツーさんしてるとかでなんかあります、ね、俺砂亀さんよりも先に多分トリッピーが武器庫の方に下がっちゃったんですよね。あら、ムッツーさん視点はどう見えました？ムッツーね、完全に記憶にないんで、あ、ごめんなさい。了解いたしました。ひらくんはどういう、僕はコミュニティ終わった後、僕一人でまだコミュニティ直ってはずなのによく見てなくて、コミュニティ直してたんですよ、うん、あ、なるほど。これ実は直ってたんだって気づいて、僕武器庫の方取ってキッチン、その後電気室から上上がって、うん、フルコンさん砂ザメさんとかのあの行列を見た後、シャワー室行って、うん、でそのあたりで、うん、確かボタンになったかな、うん、なるほど、はい、まあってことは、まあ、別にひらくんを黒く見るわけじゃないんだけど、一番最後までいたのはひらくん。そうですね、うん、でも川添さんと僕全く遭遇してたかな。 ちなみになんですけど、トリッピーは、うん、その後展望デッキまで行ってタスクをやった後にもう一回通信室の方に戻ってエンジンルーム、うん、メインルームって言ってるんですよ。そこでは、うん、なんていうの、だって通信室には入ってないけど川添さんの死体はなかったです。うん、なるほど。あと平君にもなぜか遭遇、まあそうか、時間的には遇しないのか、平君のところにも遭遇は結構、僕もその最後に出たって言ってもそんなに時間空いてないから、まあまあ、全然、うん、多分トリッピー君すれ違わなくても、まあだからエンジンルームとかでは死んでないってことは、まあ言いたいな、クリートとかの可能性あるよな、うん、コックピットか、うん、上行って金庫室、うん、宿舎前通路とか、まあ、このぐらい、まあ、まあ、一旦怪しい、まあ、怪しい人は絞られました。はい、かな、とりあえず様子見ていくか。そうですね、はい、はい、グレーは出たのでとりあえずよしとして、はい。まあ、僕が思うにだけど、ひらくんは結構怪しめだよね。なんでかっていうと、結構大移動してるけどタスクをやっている素振りがあまりなかった。キッチンでタスクないってあるかなって。キッチンでタスクあれば多分合ってると思うんだよね、トリッピーと。診察園地、こんなところに行かせるなよ。そろそろボタンだな。終わった？おあれ、あら、あら、あら、あの流れで、いつから、え、いつだ、はたさぽくんは多分左側かな、むつうさんは全く見てないかも、うんうんうん、
なんかすごいごちゃごちゃっとした時ありましたよね。はい。7人ぐらい来てて、そうですね。ぐちゃぐちゃなってました、ね。僕一番最初に入って直しました。全然直らなかった。確かにそれ見てなくて後ろで。はい、うん。なんかムツーさんと畑迫くんの最終目撃とか。畑迫こっちごちゃしてたからな。そう、そのごちゃっとした時が畑迫は最後っすね。うん。畑迫、ね、コミュニケーションからコックピット2人ぐらい行ったよね。うん、ああ、うん、僕チラッとだけ行きました。僕はコミュニケーションからコックピット2人、コミュニケーションのタスクやってる時に終わって、僕は展望デッキの方行ったんですけど一人で、はいはいはい、誰ワロと誰かがコックピット、あと誰だったかな、畑迫いたかな、診察室にいた人は畑迫、診察室は向かってた、うん、うん、コミュニケーション、コミュニケーションサボタージュが治った後に診察室1がついてたんですけど、それ誰でしょう。俺入りきったっけな、うん、なるな、見てないです、ね、向かっては行ったってないな、俺武器庫とかだ多分、トリッピーはみんなの位置言えばいいんじゃないですか。私は武器庫、うん、通信室で平さんがやってた後に私は武器庫に流れて、うん、タスクこなして、うん、キッチンらへんでフルコンさんとなんかあって私はそのまま展望デッキに行きました、うん、多分その時点で最終位置見てます、うん、デッキでベルプラ、バマロ、砂ダメ、フルコンがキッチン武器庫あたりをうろうろです、その時点で砂さんと一緒に新発掘向かったよね最後。そういや、いやキッチンにとどまってる自分は、うん、あれ、あれ、うん、うん、だけど、ちょっとそろそろ絞らないとまずいな、うん、それいなかった人、いなかった人が、誰だと、誰だこれだと、あれでもタトリッピーコミュニティのやつに来たっけ。でもコミュニティのサボいましたよ、トリッピーは。あの、うん、されてますけど、うん、俺ちょっと冷たいですね。冷たいですね、確かに。はい、キッチンスタートしかないや。タスクはなんか無理そうな気がする。これなんか、ボタン、はい、すいません、あざます、押したかったけど、うん、はい、お話をじゃあ詰めましょうかと、はいはいはい、あれですか、僕に投票した人は。まあ一応砂田の記憶だと、うんうんうん、コミュニケーションサボタージュが起こった時にベルクラさんとヒラ君が先にいたんですよね、砂田のイメージだと、はい、そうです、はいはいはい、でその後に砂ザメマロが合流したように見えましたと、はい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 、でなのでで、トリッピーフルコンさんも自称そこら辺にいたという話ですかね、うん、後から来た、うん、で竹尾くんが見た記憶ないんだけど いたっけなって いました、あ いたんだ、いてコックピット入って、うんうん、コックピットに何人か入ってきて、はい、あ、僕いました、竹尾くん見ました、あ、はい、なるほど、であればいい、その時診察室1を見て診察室行こうかなと思ったんですけど、ボタンを押しに行きました。なるほど、うんうん、だから遅れてきた人がまあ診察室主体なんじゃないかなと思ってるんですが、うん、うん、あれ馬丸氏、僕赤坂も行ったって言ってなかった、ここで行ったいたと思います、ちょっとおぼろげですけど、うん、いたと思います、うんうん、なるほど、でも今は診察室の方の死体を探す感じだよね、畑迫じゃなくて、うん、うん、畑迫君は左エリアで右にムツーさんだと思う、まあ多分診察室だ、うんうん、だと思います、なるほど、感じで言うと後から来た組、トリッピーフルコンタキオが後から来た組であってるかな、うん、あ、うん、が多分、1回目の浮きがトリッピーヒラスナザメやから鳥が怪しくなるやつか、最初のキルの浮きが左側で平砂ザメ取りなよ、うんうん、で、あの診察室って、あれ、うん、その一人って誰確定でしたっけ、
多分ムツーさん、ムツーさん、ああなるほど。畑迫くんが左側に来てたはずで、自分の最終目的があの通信室行く前に展望デッキで畑迫くんを見て別れたっていう感じ。で通信室行ったらベルクラヒラがいたっていう感じ。はい、そうですね。いやー絞れ、あのアドミあの竹くんより後に見た後、うーんと、また俺入ってる。じゃあまお押しますか。押して次で釣るぐらいな感じ。そうですね。見込みします。うん、これ難しいね。なんか自分視点の情報しかなくて厳しい。ヒラフルコンどちらかに一郎いそうな予感はしてるんだが、同じ、はい、ありがとうございます。はい、なぜマロ、お前が押した？え、うん、なんかおかしかった？いや、俺が押すって言ってたのに。多分なんかそこ かぶって聞こえなかったそこ。あ、なるほどね。はい。多分そう。だから俺は本当に純粋に押しました。あ、ごめん、あのちょっと古川さんってどういう経路でコミュニケーション来たと言ってる？うんうん。古川さん。えっとね。あれ2回目やんな。ちょっと待ってや、メインから普通、メインから来たと思うけどな。あ、了解でーす。ヒラ君はヒラ君もエンジンルームメインホールあたりから来たってことかな。あ、いや、ごめん、ヒラ君は違った、はい、遅れてきた組じゃなかった、ごめんなさい、忘れてください、トリッピーってエンジン、どういう経路でコミュニケーション、俺はね、これ怪しまれるんだけど、審査室は通った、電気、セキュリティ、キッチン、武器庫。はいはいはい、竹尾君は、どういう経路。キッチン展望で停電直して、タスクやってからコミュニケーション来た気がします。うん、あ、まあ何を言いたいかっていうと、その展望デッキで見てから、うん、畑迫君を見てからキッチン武器庫通信室っていう流れなので、うん、まあ畑迫君死んでるとしたらキッチンぐらい、展望デッキかキッチンぐらいかなってちょっと思っちゃってて、なのでそこを経由した人、ね、今で言うとトリッピーとか、まあ竹尾君とかがちょっと自分の中で、うん、じゃあやっぱり俺も鳥かな、1回目の。これは今砂上さんが言ったのは、畑迫さんのキルが僕ってことですか？結果竹尾君、要するに展望デッキってあたりで死んでると見たいんで、畑迫くんはコミュニケーションサボタージュを直すときにいませんでしたか？いたはず。いましたよね。いたんでしょ。いて、僕がコックピット入って、それから即にボタンを押しに行ってるんで、僕無理です。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。出てくるとこまで見てるから、俺的にはそこはやなくて。ああ、ごめんなさい。俺が、もう一つの審査の方のキルしてる可能性あるけど、俺がやる。それで俺は入れたい。もう一回、もう一回、朝入れます。まあ、もう一回か。ありがとう。また入ってる。ごめんなさい。記憶違いでした。失礼しました。どうしよう。フルコンさんかな。どっちかっていうところ、フルコンさんの方が怪しいと思って。開けてみろよ、トリッピー。あ、オッケー、トリッピーだわ。あ、開けないんだね、トリッピースキルしたいんだろ、キルしたいんだろ、キルしたいんだろ、おいおいお、はい、あら、あらららら、あ、現行犯です。はい、トリピです。はいはい、竹尾さんがやってました。あ、はい、ということで、僕からの主張をさせてもらうと、なるほどな。ミーティングの
はしごの上でトリッピーがベルクラさんをキルしてました。で、トリッピーは多分僕のことをキルしたかったんでしょうけど、僕がはしごの上り下りでキルできないと悟ったのか、ベルクラさんをキルしました。トリッピーってボタン残ってなかったの？いや、俺残ってました。残ってます。なんですぐ押さなかったっていうのがある。俺ミーティングで会ったもん、その前に。で、俺そういやないやんけって帰ってたんやけど、トリッピー押してねえなって。なかなか来なかったんで、なんかね、3人でね、はしごでね、なんかふさけ合いをしてたんですよ、僕たち。ベルクラさんと竹雄さんと俺で、すっげえ悪いところが出た。なんか登ったり、トリッピーめっちゃ早くいたよ。あれで押さないでおかしいよ。登ったり降りたりの繰り返してたんですよ、3人で遊んで。で、なんか楽しいわとか自分で。やってそうだしな。竹雄さんがなんか知らんけど、ベルクラさんやってくるしたんですよ。さらに言うんだったら、トリッピーはエンジンルームの上の扉を開けませんでした。それはキルクールを食べてたんです、うん、で、僕はそれを見て、あ、トリッピーだと思ってコミュニケーションルームの方に行きました。で、コミュニケーションを直したのを僕。竹尾さんが 俺の視点だとインポスターって分かったんで、コックピットの診察室情報が違う可能性がある。だって俺やっぱり診察室通ってここまで来てるのに、うん、なんていうのかな、その見てなかったのがおかしいから、うん、なんで俺あそこで、俺がもし仮にインポスターだったら診察室通ったって絶対言わないってことをみんなに教えてほしい、ここは。あれでもコミュニケーション直したの、今日は竹尾くん以外はいない僕ですってことは、ん、今日竹尾さんは絶対直してない。だって俺とはしごで遊んでたもん。いや、直してます。直してから行ってます。ベルクラさんもいましたよ。ベルクラさんじゃないじゃん、それは。ベルクラさんも直してましたよ。僕通りかかってコックピット行きました、あのアドミン見るために。まあまあ、トリッピーマジ見えたかな。マジ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 。いや、ちょっと出せる情報がないから、信じる信じないもないんだよな。これはさすがにな。ちょ、ふざけ合いのくだりがなければな。鳥平かな。ライン考察鳥平。アドミン見る、アドミン。ボタン押すかな。金庫証拠。金庫証拠メインホール。金庫証拠メインホール。金庫証拠メインホール。メインホールは動いたな。証拠に、証拠に。金庫。やばい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 。分かってたのになぁ、ちょっと。まあでも僕がクルーだっていうことが証明されたので、まあよしとしましょう。やばいなこれ。これはまずいですね。こんな静寂が訪れるのか。あ、多分もう間に合わないんじゃ。あ、ナイス。
かった。セキュリティかシャワー室とか。ヒラです、これは。え、ウバマロ氏とヒラが、あ、セキュリティ読み方のウバマロ氏で、で、はいはいはい、ヒラとすれ違って僕あのコミュニケーション直してコックピットを一緒にスナさんと入ったじゃん。うん。はい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 、はい。で僕その後エンジンルーム通って昇降機のトゥクトゥクで右側に行った時にヒラにずっと追われてて、いや追ってないっすよ、うん、一緒に助けやりましょうの前をしていたのに、でなんとか逃げたのよ僕、うん、まあ、セキュリティに死体があったってこと、シャワー室だよね。あの竹鬼貴はシャワー室の上、シャワー室だよね、はい、うん、ウバマロ氏がセキュリティだと思う、うん、了解了解。危なかったよこれは。でもこれフルコンさんのセリフっていうパターンではないですか？違いますか？あ、でもスナさん最初グレーじゃなかったですか？うん、そうなんだけど、でもね、比較的フルコンさんとスナさんどこにいました今まで？いやっていうか結構ヒラ君と一緒だった気はするけど。一緒だった？いや全然。アーカイブ、昇降機のプル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 みたいなやつで、はいはいはい、自分は左あの左から右に来たヒラ君の昇降機を奪って、はい、プルプルプルって左側に自分は行って、その後、うん、でその時に右側にはヒラウババロがいたんだよね確か、はい、ヒラウババロを残してプルプルプルって左に行ってコックピットでフルコンさんと合流なので、うん、まあちょっとヒラ君に見えてしまうかもしれないかな。いやーマジか。あの最後ちょっとほんま怖かった。はよカードを一瞬だけなきゃの。いやー。どうでしょう。いやー素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしいです。ズバリそのままでした。トリッペが申し訳ない。やっぱ取りじゃん。あれだよ。でもヒラ君最後めちゃくちゃ良かったキル。2キル。あともうちょっと。キル危なかった。いやでも怖い。あれ知らなかった。あれ何個かしたんだ。俺追っかけてる時ってあとキルクールどれぐらいだった？あと10秒。9秒溜まり終わったら反対側にベント移動して殴ろうかなと思ったけど。ああ、なるほどなるほどなるほど。いやー、マジか。やっぱり階段のとこ巻き込まれたなあれ。完全にマロだと思ってた。完全にマロだと思ってた。幽霊全員マロについてってたのに。そうですね。めっちゃおもろかったよ、でも今ヒリヒリしたよ。いやー今日ダメだろ、全然記憶力が続かないな、なんか。あれムツーさんのキルの時にそのアドミンの近くにいるって言われた人誰でしたっけ、うんうん、いた人誰でしたっけ、結局アドミンは僕ですよ、ね、トリ君以外の。あれ僕です、僕です。あ、そうか、死体でいた。あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、おかしい、なんかあれ、うん、もう記憶がおかしくなってきた。どうなの記憶おかしくなってきた。俺ね、僕はどこで死んだの一体。え、僕ですか。はい、うん、はい、僕どこで死んだんだっけ。ねあー、エンジンルームと通信室の通路ぐらいですね、うん、あ、俺が殺したんだ。そう、平さんについて行ってて、うん、停電になった時にエンジンルームに抜けたんですけど、うん、トリッピーもついてきて、トリッピーについてこられるのやだなと思って戻ったんですよ、左側に。なるほど。俺はトリッピーもついてきて、キルされて、すぐレポートになってって感じでしたね。いやで、まあ、これ、いたのか。ちなみにこれあれだから、あのベルグラさん、ほんとごめんなさい。完全に巻き込まれてるじゃん。なんか2人でなんかやってるな、はしごでと思って。そうね、俺、キルクルクル開けてたから、ミーティングルームで、竹尾さんがはしごを登るようにしてたの。うん、あれ、殺せないんだよね、あれ。そうなんですよ、あれ殺せないんで、駆け引きに使えるんですよ。知らなかった。俺と竹尾さんマジ6億ぐらい階段してて、なんかやってるなと思って、なんだろうこれと思って登ったよ。ったらベルクラさん来たから、ベルクラさんやった。勢いでかわいそう。勢いで。ちなみに最初の4キルトリッピーさんがやりました。普通にうまいっす。ジェノサイド。どうだったのや。早かったから開けるたびにキルしてた。